どうも、こんばんは、ゆめです。今回は、東京グルリインボーク、捜査官再編成の A を、やっていきたいと、初見でやっていきたいと思います。これは SR 重蔵がドロップするらしいですね。ぜひとも、全部解放させたい。俺ね、イベント一応回ってるんですけど、いつもね、あと1個足りないんですよ。この前の SR 投下も、SR のひなみを1個だけ、これ何ボスこれ。始めようか。あ、これスキルのあれ出るようになったんだね。え、これボス？あ、ボスだ。ボスなんだ。どうしよう。どうしようかな。ちょっと篠原を、あれで殴ってみようか、歌で。あー、なるほど、なるほど。少し硬いですね。麻痺させたいけど、いや、麻痺させよう。とりあえず超高確率で敵の前衛が麻痺するんで、エロい。ま、待って、今なシャツの中真っ黒じゃなかったか。もしかしてこいつ毛深い。そんなことはない。オッケーオッケー、ピヨッタピヨッタ。まあ、混乱ってさ、結局どうなの？絶対動かないわけじゃないでしょ、混乱。確かそうだったよね。は？いいよ。混乱ってさ、絶対動かないわけじゃないじゃん。ちょっと待って、ミスりすぎじゃない？動くね。篠原若干火力高い。さては、私がやろう。ちょっと重蔵で火力を上げようかな。あー、全然食らわねえな。しかし、いや、しかし、篠原先にやった方がいいか。これ混乱確か2ターンだったっけ。これスキルブーストすると何ターン動く、あれ動けなくなるんだろうな。動けなくていうか、何ターン混乱付与するんだろう。ちょっと1回、あー、4か。でもスキルブーストで4か、ちょっと短くないか。まあいいや、超高確率、まあほぼ確定って言っていいんだろうか、この数値は。160% アップで、アキラがいるだけで 160% アップするから、まあでもそこそこの火力になると思うんだけどな。ちょっとこれ、これ1回やったらあれかな、やっちゃうかな。あー、やっちまったか。まあいいや。かわいい、ムムムムって言ってるぞ。次あたりで、あ、なんか右下ロードみたいなゲージ走るようになったんだ。今までなかったよね。敵のターンになる瞬間ロードみたいなの入る仕様は今までなかったはず。これは重蔵使った方がいいな。体なまってないかな。ムムムム、かわいい。上で重蔵をためよう。多分これ金木のあれで篠原くん死なない？吹き飛べ。俺の金木クソ雑魚なんでね、死なねえか。これでも死なない。アキラダシーの重蔵で、あー、ブレイクしなかったか。まあいい。あ、これ敵倒したらなんかバッテンつくんだ。なんか篠原のこう顔さ、なんかおかしくない？目めっちゃ寄ってる風に見えない？こうバッテンついたらさ、こう、あー、まあでも見えないかな、そっちの画面じゃ解像度悪すぎて。バッテン入った篠原の顔なんかバカみたいなんだけど。敵前衛にアタック 120%、 普通強いやん。あいつ混乱してるとは思えねえな。攻撃当たらんのやが。いや、ウタさんでやるつもりはなかったっすよ。全然当たらなくてくさ。ちょっと待って、これさては死ぬ？これなんかさては変なこと。オッケー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 。これでもスキル使われたら結構ヤバめ。あ、オッケー、いけたわ。体なまってないか。わわ。どうしよう、金切りや。おいおい、それはいかんだろう。それはさすがにまずくないか。おい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 、は？
うさっけんなよマジで。なにこれ、俺が間違ってんの？なんかえ、これ俺が間違ってた？なんかさ、なんだっけ、攻撃が外れるギミックスキルだよねこれ絶対。あいつの、あいつ、あ、攻撃してこねえ。なんだよ、ふざけんなマジで。いや、ふざけんな。しかも金木ちょっと下げちゃったし、さっき残ってたのに攻撃手段。マジか、こんな外れる？これスキル来たら死ぬんじゃない？あ、来なかった。なんだ。畳みかけます。え、何も当たらんけど。当たった。悪く思わないでください。めっちゃ外れるやん。これオートで回したら負けるパーティーンやな。あ、そういやスキルでフィニッシュしてねえわ。またまたスキルでフィニッシュしてないぞ。あ、重蔵落ちましたね。かわいい。ということで今回は捜査官再編成 A でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。